ってください。めっちゃ分厚い。わお。でこれですね、あのプーティンも頼みましたし、皆さんこんにちは。デビンラビンカナダチャンネルのアキです。本日はですね、ブルースペニンシュラの旅行を終えまして、トップモリーから、ドライブ、まあ大体2時間ぐらいですね、ずっと下ってきまして、前回ね、立ち寄りましたモンゴル式テントのキャンプ場に、もう一度立ち寄りました。とてもね、あの前回の時にも気に入りました。ぜひ帰りしもこちらに寄りたいなということで、急遽予定を変更して寄っております。どうですかこちら、ほらテントが見えるでしょ、すごい詰まって最高です。この景色もまたねすごいんです。向こうが農場を経営されてる方でして、まあ、こういったモンゴリアン式のテントもキャンプサイトもやってるようです。もう最高です。では、今晩一日こちらでステイして、明日のお昼に、自宅へ帰って、私の1週間のバケーションが終わりということになります。最後一日思いっきり楽しみます。はい、前回はねあのブルーテントだったんですけども、今回はね、グレーテントということで、まあ、ちょっとグレーの窓口ですね、ちょっと中入りますね、ルームツアーじゃないんですけど、テントの中のツアーですね。こちらにテーブルがあります。こちらベッドですね。あとソファーがあって、まあ、ちょっとおしゃれな、まあ、このテーブルですかねが置いてあります。で真ん中にねあのこれはストーブがセットされた。天井を見ますと外を眺められるようなガラス張り、ガラスになりそうでしょう、これ。あ、ドラゴンみたいなんですね。色はまさしくなんかモンゴリアン式ですね。すごいですよ。オーナーさんに聞きますとね、ここのテントは冬場が本場のようですね。冬に雪が降る中で、家のこの暖炉を使って家を温めて、日中にそこ。いいでしょうね。まあ、あの電気がないので、ちょっとねその、まあ、火を使ったりランタンが必要になってますけども、それがもう最高ですね。僕も大好きです。また多分あの秋頃に紅葉を見ながらキャンプして、また冬もその雪を見つめながらストーブを焚いてキャンプしたいと思いますね。はい、ではね、動物たちがね寝泊まりするバーンというところがあるので、まあ動物の家ですね、ちょっとそちらの方を覗いていきたいと思います。これちなみに後ろに ね見えるのが多分コンサート場みたいなのができるステージになってますね。なかなか渋いですよね。ではちょっと中へ行く前にちょっとこれだけさせてくださいね。あのカナダの100均で買ったカウボーイハットで恒例のヒーハー。そこら中に鶏がいるんですよ。可愛らしいですよね。こうやって見ると。もうご飯食べてますね。めっちゃ可愛い。ここがお家ですね。あ、食べてますね。はい。後ろもいっぱいおる。うわ、いっぱいおる。
まようとしてますね。早い早い。草を食べて遊んでますね。で夜になるとこのバーに帰るんですね。その人広いですよね。これこっちがめっちゃ広いですわ。これがいわゆるバーンというやつですね。日本語ではちょっと私も分かりませんが、動物たちが寝泊まりするお家です。これがバーの中ですね。今入りました。ちょっと揺れないように撮っております。これが子供の牛ですね。ここもね、ちょっと多分若い牛たちが前回来た時にここにねいっぱいいたんで、映るかな。すごいですよ。もう匂いがね、もう野生の匂いですわ。Hi buddy, hi buddy. Is it dinner time? Is it your dinner time? ね、おもさん。怖い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 。なんかこっち見てる。ツバ吐きそう。怖っ、怖いな。まあ、ほんまなんか怖いわ。唾吐かれたら怖いわ。今度ね、アヒルたちがこれ戯れてますね。ほんで、ヒエ、ニワトリが一匹、ママヘンがなんかいますけども、カナダのね、農場を見てたら、こういったまん丸い、藁が見えるんですけども、これやっとわかりましたわ。これ動物の餌になるんですね、家畜のね。知りませんでした。アヒルさんたちがいっぱい歩いてますよ。怖い怖い怖い。ラマキさん、ラマキさん、ラマキさん。ラマほんま怖いわ。なんか唾かけられそうで怖い。こっち向いてる。Yeah, are you farming? Yeah. Work at the farmer? Oh my goodness! You go go. Oh, gentle, gentle. There you go. He's eating off his back, his head. He's eating his hair. ちょっと触らせてもらおうかな。かわいい。目がすごいな。目がすごい。な。目がすごいな、ほんまに。はい、ごめんよ。ちょっと触るよ。すごい。
本当にここはピースフルですね。もうめっちゃ落ち着きますわ、こんな農場で。さっきね、農場経営者の多分、オーナーさんの旦那さんだと思いますけども、ウェルカムバックカウボーイって言われましたねこの帽子をアジア人がかぶってるこの帽子を多分覚えておられると思います